この絵ひでは、日本の指揮者、作曲家、元施策、肖像医、君さん等、元貴族院議員、御用税天皇の団系十二世子孫である。日本のオーケストラにおけるパイオニア的存在であり、親方という愛称で親しまれていた。評価がされない時期もあったが、2006年には初めて、この絵に関する、 まとまった本が出版されるなど、再評価の動きも徐々に出てきている。1898年11月18日、公爵、この絵集丸の次男として、東京市麹島地区に生まれる。イボワニに、この絵文丸、実定に、この絵直丸、宮川忠丸がいる。この絵家はご設計筆頭の家柄で、また皇室内で画学を統括する家柄でもあった。音楽は、 ふみまの影響で興味を持つようになった。学習委員時代に犬飼健だと親しくなり、1913年頃には東京音楽学校の文教上、ついで上野の本校によく遊びに出かけていたと言われている。一時期飛行機に熱中した時期もあったが、1915年からは牛山光の紹介でドイツでの作曲留学から帰国したばかりの山田。 工作に作曲を学ぶようになった。一方で、東京音楽学校にあった公共曲を片っ端からシャフするなどオーケストラへの興味を強めていった。1920年、瀬戸口東吉が主催していたアマチュアオーケストラを瀬戸口の代演で指揮し、指揮者デビューを果たしたが守備欲はいかなかったようである。学習院初等科学習院中、高等科を経て、 東京帝国大学文学部に入学するが、中退した。1923年、ヒデマロは、ヨーロッパには、ヨーロッパ滞在中の1924年1月18日に、かつて山田がそうしたようにヒデマロも、自腹で、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団を雇い、ヨーロッパでの指揮者デビューを果たした。また、ドイツのインフレと著しいマルクヤスにも助けられて、 おびただしい数のオーケストラ用の楽譜を買い込み、同年9月に帰国。1925年には山田工作と協力し、日本公共楽協会を設立。定期演奏会や、ハルビン在住の学士を加えた、日露交換公共管元楽大演奏会も成功させた。常設オーケストラの設立という山田の夢を直接的に叶える役割を果たした、秀丸であったが、 マネージャーの原善一郎が不明老経理を、休断された際、秀丸マロは、原の味方に回った。当時山田は体調を崩しており、秀丸マロと原が、山田の代わりに会計に携わっていたが、その際に5400円もの謎の人不明金が出て、原がそれを山田に尋ねたところ逆に不明老経理を、休断され、さらに解任を言い渡された。この問題に関しては、後に、 関東軍の情報担当にもなった作詞の原が金銭を罠にして山田を釣ったという説があるが山田が儲けの半分を独占し残り半分を学院全員で山分けすることに不満の学院を秀丸と原が自派に引き入れて分裂に至らしめたという説もあり真実は不明である秀丸を支持派は44名に達しこの集団をもって新興教楽団と名乗り 秀丸が常任指揮者となり、放送が開始されたばかりのヨックと契約することになった。その後、新京は日本交響楽団を経て、1951年に NHK 交響楽団となった。マーラーの交響曲第4番の世界初録音の様子、指揮、この絵秀デ演奏、新交響楽団。写真左に、国のみや朝明を及び朝、通ル王妃。 トモコ女王が着席している。1927年2月20日に、新京は初めての定期演奏会を秀丸の式で開いた。以後約10年もの間この絵は、新京と共に日本に公共楽を根付かせる運動に奔走すこととなる。演奏会では、ベートーベンやモーツァルトなどの古典派音楽に加え、マーラーや当時における現代音楽などをレパートリーとして演奏している。 また、1930年には、マーラーの公共曲第4番を世界初録音している。1930年秋からヨーロッパに単身、演奏旅行に出かけたヒデマロは、フルト・ベングラーや、ブルーノ・ワルター、クライバーラが指揮する、ベルリンフィルや、ライプツヒゲ・バント・ハウス管弦楽団などの演奏を聴き、日本と海外のレベルがあまり縮まっていないことを痛感したという。も、 国内でも、心境はさほど、レベルアップしていないという評価が多く占めたこともあり、帰国後、秀では大なたを振るって、人員刷新に取り組むことになった。学院サイドと、革新実行委員会を作り、どの学院をリストラすべきか検討したが難航した。そこで、手っ取り早く、ゴミを払うべく、原の提案で、待遇改善をしつこく訴えたり原の行動に、 不満をぶちまけた学院をリストラすることになり、結果17名の学院をリストラした。解雇された学院は、心境や腹を一度は酷訴するも、やがて音楽評論家、堀内恵三が面倒を見ることになり、堀内が愛用していたタイプライターの名前にちなんで、コロナオーケストラと名乗った。後年、東京放送管弦楽団と解消し、幾度のメンバー編成などを経て、現在も、 NHK で活動をしている。この一連のリストラ騒動をコロナ事件という。この一件の後、新教は新学院を入れたが、その際、秀丸の提案で4名の女性学院を入れた。これが学校付属のものなどを除けば、日本のオーケストラに女性が入った講師である。コロナ事件を経て、再び新教の活動も順調になったはずであったが、 1935年7月13日、学院一同が原の不明老経理を休断し、同時に信教を法律上の組合組織に改組する旨宣言した。学院側は宣言文にさりげなく秀丸の名前を入れたが、秀丸自身は寝耳に水の話であった。よくは秀丸と原の味方をし、評論家は2分、音楽ファンは学院側を応援した。 評論家は上がって、音楽雑誌で論人を張り、この問題を取り上げた。秀丸は7月18日、新教を解消して、新オーケストラを結成する宣言を出したものの、今回は学院たちが全くついてこず、結局秀丸は新教を退団。腹も追放された。一方で、新教も、ヨックとの契約を一時解消され、8月13日には、 日比谷公園や外音楽堂で無識者演奏会を開き、8月末には契約も復活したが、秀丸の退陣で常任識者が不在となり、定期演奏会に出演する識者がたびたび変わった。この状態は1936年秋のヨーゼフ、ローゼンシュトック着任まで続くこととなる。フリーの立場となった秀丸は、中央公共楽団を短期間指揮した後、 1936年に、新京都一応の和解を果たす。一時的に、上海公共楽団などで活動した後、同年、首相、広田光希によって、音楽施設に任命され、再び海外に向かう。この件は、レオポルド・ストコフスキーから秀丸マロに、客演円の要請があり、その流れで実現した話である。まず、アメリカに向かい、ストコフスキーの他友人オーマンディア、 アルトゥーロトスカニーニと面会。1936年11月にはヨーロッパへ移り、BBC 公共楽団やドレスデン、リガの歌劇場などに客演する。1937年に入ると、アメリカを経て一時帰国。日本とアメリカの幾度かの往復の後ヨーロッパに移動した。1938年に一時帰国し改めて、親善大使に任せられた後、再び、 アメリカ・ヨーロッパに向かった。NBC 公共楽団の指揮者陣に加わったが、アメリカの対日感情悪化で話が流れ、即座にヨーロッパに移動。ヨーロッパでは有名無名問わず各国でおびただしい数のオーケストラを指揮した。第二次世界大戦勃発後も、信仰のあったユダヤ人をかくまうなどをしたため、ドイツでの活動が1943年以降、 制限されたものの、華やかな演奏活動を繰り広げた。1956年帰国した秀丸は、40代半ばに、して、すでに日本の指揮者会の長老格となっていた。1946年からは、上田人氏と共に、東方の肝入りで創設された、東方交響楽団の常任指揮者となる。東京では、上田が現代ものを、秀丸が古典派やロマン派の作品を、 指揮するよう役割が決められていた。1948年より日本芸術委員会員となった秀丸マロは、1949年、知り合いの学院を集め、学校での音楽教室を主眼とするエオリアンクラブを結成した。1950年、東宝が東宝葬儀を経て、東京を縁切りするにあたり、秀丸は東京を半ば追放同然のように去った。 エオリアンクラブでの活動に本腰を置くようになった、ヒデマロは、1952年、このクラブを発展させ、第一生命の講演を受け、この絵管弦楽団に開祖する。アルバイト奏者として、近況に短期間在籍したことのある、岩木博之によれば、ヒデマロはオーケストラが、すっぽり入れるほど大きかったという。第一生命や、 当時第一生命が主要株主であったラジオ東京の支援も大きく聞いたが第一生命が当局の指示により後に近況のスポンサーを降りた。その後、秀丸は当時日本フィルハーモニー交響楽団の専属オーケストラ化を計画していた文化放送に対し近況を日本フィルの中核にするよう申し入れるが文化放送社長水野茂雄の横槍もあり、 結局、ヒデマロだけがのけものにされる結果に終わった。晩年には、日本フィルとの関係も好転し、1969年から70年の音源と映像には現在でも接することができる。次にヒデマロは、近況の演奏会を CBC ともども支援してきた ABC に契約を持ちかけ、近況は1956年、ABC 公共楽団に改祖する。 しかしながら、ABC 協の活動は、順調とは言えず、待遇面で不満を持ったボルフガングシ・スタフォンハーゲンら、主だった学院が別のオーケストラ、インペリアル・フィルハーモニーを結成したりもし、ABC 協崩壊の危機の原因にもなった。そういった中、1960年秋には、ABC 協のヨーロッパ演奏旅行が挙行され、秀丸も指揮記者として登場することとなった。同時期には、 かつて自分がトップに君臨していた N 教も世界一周旅行を計画しており、秀丸マロは N 教が若手メインで構成されていたことを危惧し、あれが日本のトップ団体と思われては困るという趣旨の発言をするなど余裕すら見せていたが、ABC 教の演奏旅行はプロモーターに逃げられたり、そのために資金が底をつき学院の一部がローマで立ち往生し、年を越して帰国するなど、 大成功の N 教とは裏腹に無残な結果となった。演奏表そのものは高く、秀丸もヨーロッパの旧友と再会するなど良いこともそれなりにあったが、一連のゴタゴタ騒ぎは、ABC 教の息の根を止めるには十分であった。なお ABC 教の名義は受け継ぐものがあり、1960年代半ばまでバレエ公演などに使用されていた。ABC 教の消滅以後、 秀丸は再びフリーの指揮者になり、読売日本交響楽団や大阪フィルハーモニー交響楽団、さらに京都大学交響楽団など、プロアマ問わず多くのオーケストラを指揮した。1967年には N 教の第484回、第485回定期演奏会に出演。翌1968年には N 教と共に、 明治100年記念式典に出席した。この年の7月には、民社党から参議院議員選挙に立候補したが、落選している。息子の秀武の証言によると、僕は断固反対したんですよ。だけど、親父は、公認料が欲しかったんですという。なお、この時期に、読売日本交響楽団を指揮したベートーベン、シューベルト、スメタナ、ドボルザークなどの作品を録音しており、 現在 CD 化されている。また、これに先立つ1966年には、音楽学校設立に関する手形詐欺事件に巻き込まれ、金融業者から手形を騙し取られた上に、京都地裁に訴えられ、1966年9月30日、京都地裁で6000万円の損害賠償を命じられた上、1967年には、大阪地検特捜部から1000万円の 手形詐欺容疑で任意出頭を求められ、最終的に800万円の負債を生産するため、東京は笠さかの自宅を手放すことを余儀なくされるなど、苦難の連続でもあった。1969年には創設されたばかりの日本、フルトベングラー協会から会長就任を懇願され、引き受け講演も行っている。この講演は、協会版 CD として、聴くことができる。 晩年の演奏活動としては、1970年に初来日したオーボエ奏者、ハインツ・ホリガーの伴奏を行っており、ダリウス・ミヨーのオーボエ競奏曲はこの時が日本初演であった。1973年6月2日、前日から世田谷区の下の新居で就寝中に脳内出血を起こし休止した。74歳没。ひでが電話に出たら、 突然ヤクザのような男から、バカ野郎と怒鳴りつけられ、そのショックで死んだとの噂も囁ささかれた。墓書は、東京都練馬区桜台の広の理事。オーケストラの運営は、自腹で、インフラ整備をしたにもかかわらず困難と失敗の連続であったが、亡くなる直前まで、指揮活動や更新の指導にあたり、晩年の不遇な事項を別にすれば、 親方の愛称にふさわしい活動を繰り広げた。秀丸の没後に行われた追悼演奏会では、前年に分裂した日本フィルト、戦前期の新教にせよ、戦後の近況 ABC 教にせよ、秀丸が成功、日本公共楽教会分裂、コロナ事件、新教会訴事件には、作詞、原善一郎が常に絡んでいたし、近況 ABC 教では、 待遇問題や経済的な理由が常につきまとっていた。もっともコロナ事件で大なたを振るったことに関しては理由に違いはあれどアルトゥール・ロジンスキがニューヨーク・フィルハーモニックで行ったダイリストラに類似性を乱すことはできる。己の理想と現実とのギャップに悩まされたのがオーケストラ運営の障害になったのは明らかだがそれ以上に周囲の人間にあまり恵まれなかった面もある。 原に関しては、朝日の高志を見出した実績もあるのだが、戦後期の日本フィルをめぐるやりとりや ABC 教での、ごたごたではあまりにも秀丸に、人の運がなかったか、秀丸の人柄を見透かしたかのように、秀丸マロの元から人が離れていった。秀丸の人柄を、貴族的な、冷たさを持っていたがゆえに人がついていかなかったと、指摘する人もいる一方、晩年期に、 詐欺事件に巻き込まれた例などを見るに人が良すぎ、作詞や少々いかがわしいプロモーターなどに気軽に乗っかってしまい、結果的に大やけどを負う結果となったと見る人もいる。このように、秀丸の日本でのオーケストラ運営に関しては様々な見方があるが、秀丸のうちで死であった福永洋一郎は、秀丸のオーケストラ運営を次のように語っている。この絵ひでは、修正。 オーケストラとの関係を不守備に終わらせている。本来の指揮者としての力量を承認しない者は一人もいなかったが、その対オーケストラの思考の方向はいつもオーケストラ自体の思考士が大方へ進んだ。天皇家よりも、由緒の明確な千年の貴族というものの引劇を首相だった長兄の文丸公ともども体現した人だったと言える1944年4月に、 オリケストルグラーフコの絵をパリで組織している。ヒデマロの階層によれば、ヨーロッパ各国の仕事がなくなった学院やユダヤ系の学院などをかき集め、主にフランドルを巡演して回ったオーケストラであるが、同年6月のノルマンディ上陸作戦前後に巡演先で解散した。このオーケストラには後にソリストや教授として有名になる人物も在籍していたようだが、ドイツよりの過去が、 明らかになるのを恐れ、その事実を伏せているようである。音楽家、この絵秀デの遺産によれば、ピエール・ピエルロや、ジャック・ランスロが在籍していたとある。秀丸は二度の結婚の他に、目かけも持っており女性変歴も派手であった。二人の正式な妻の他に、実子を生んだ女性が少なくとも二人おり、また、終戦後、アメリカ軍に抑留された際、尋問で、 子供の数を聞かれ、しばらく沈黙した後、今、何人いたか数えているところだと言い放って、取締り感を沈黙させたように、他にも、実子誕生までに至った女性が何人かいるようである。名門貴族の家ならではの複雑な事情が入り混じっている。この結婚は秀丸にとっては、不幸な結果だったと思われ、離婚に至った経緯等は、一切語っていない。秀俊を、 関東大震災で亡くしたショックが原因とも言われている。離婚騒動は当時のマスコミを賑わすスキャンダルとなり、月刊読売に愛人の差は子の手記、愛に敗れてが登場したほか、月刊青春タイムスには安倍マリナリの筆明で実名小説式魔、この絵ひでなる暴露小説が登場。この小説には女から女へ。 肉欲を求めて開くことを知らぬ世界的名識者は、女体に接するごとに、インスピレーションを得る、というのだ。これぞ、昭和最高の愛翼る天使というリード文が、付けられていた。服部時計店創業者、服部金太郎と共に、ヨーロッパを視察したこともある、時計賞、坪井徳次郎の幼女。一説には、千代子、安子の実家も売り家の家来筋の家系と言われている。 ふみまろらこの絵本家の影の圧力に負け、秀武と忠だを生んだ後、教授職人と再婚した。沢蘭子は、元宝塚歌劇団花組娘役で、宝塚歌劇団卒業生であり、宝塚歌劇団を退団後に、帝国キネマ、アシ屋ア撮影所制作のサイレント、A、映画、カゴの鳥に主演して、歌川八重子が歌った、主題歌と共に一世を風靡した、映画女優である。 撮影のために、アメリカへ向かう客船の中で偶然に、ヒデマロと一緒になり、遠服家のヒデマロを、心配した兄、フミマロからの、ワらんコに触らんこと。という伝報をヒデマロが受けたのは有名な話であるが、忠告に反し夫婦同然となった。ヒデマロの逃の際も同行し、女児、アキコを生んでいる。しかし、ヒデマロは、ドイツ艦落後に、ソ連軍によって、 シベリアに抑留されたランコと、アキコ親子を捨てて、さっさと外交特権で先に帰国したために、アキコは敗戦直後の混乱による日本への過酷な、引き上げ最中に体調を崩して、その地を踏むこともなく5歳で溶接した。ランコはこのことで戦後に、秀丸を告発する、投稿、離縁条項の実行を求めて、秀丸を告訴している。その後、 蘭子は町名で2003年1月11日に、万99歳で、京都府京都市下京区の知人の産婦人科病院の一室で、亡くなった。葬儀は、質素なものであった。他にも、京都夫人と呼ばれる女性などもいた。晩年、朝日の高に、もうあちらの方はおやめになってはと切り出され、秀丸は、でも、相手、よ、喜んでおりますよと言い、 朝日奈を唖然とさせたこともある。何、またをかけようとも、秀丸は女性たちに惜しむことなく、愛情を注ぎ、また、自分の肩から身を引くので相手は、文句がなかなか言えなかったと言われている。この絵家は、藤原忠道の子である、この絵元ザのよしそとし、御節家の一つであった。作曲活動は、学生時代から修作を、はじめかなりの数を作曲していた。 プロの音楽家になってからの作曲活動はそれほど活発ではなかったが、同様、チンチンチドリやオーケストラのための作品などがある。また、法政大学校歌や、立命館大学校歌など、校歌の作曲も手がけている。秀でがライフワークで重きを置いたのは編曲の分野であった。画学、絵天楽のオーケストラへの編曲をはじめ、ベートーベンの交響曲全曲、展覧会の絵。 シューマンの公共曲第3番、シベリウスの公共曲第2番など、オーケストラ楽曲の工程や、楽器の追加、変更などを行った。1946年から1962年に、かけて行われた、第9の編曲は、自筆スコアが保管してあった兄弟オーケストラ、練習所の火災で失われ。なお、現在、NHK の放送終了時やオリンピックの、 表彰式の国家など公共の場で使用される君が代は、秀丸の編曲によるものである。晩年、秀丸は NHK の受信料を払わなかった。それは NHK がサインコールに使用した秀丸編曲の君が代の著作権代を支払わなかったからと言われている。ありがとうございます。